千葉県道59号市川印在線船橋市、上野山町千葉県道59号市川。印在線は千葉県市川市から印在市に至る県道である。愛称は木下街道。本路線は千葉県活南地域と北総地域を結ぶ重要な路線で市川市の国道14号との交点であるおにごり2丁目交差点を起点とし、 印在市中の口の国道356号との交点である中野口交差点を終点とする幹線道路である。元は現在の東京湾に面した行徳と、利根川沿いの木下を結ぶ脇王間として成立し、江戸時代には行徳、八幡、鎌ヶ谷、白井、大森、木下に宿場が置かれていた。船橋市内の中山競馬場付近や、 県内の主要道路と交差する、まごめ十字路、鎌ヶ谷大仏、白江交差点などで渋滞が発生しやすい。その原因として、単純に交通量が多いというだけではなく、全区間が両側に車線であり、かつ右折専用レーンを有している交差点が非常に少ないことが挙げられる。鎌ヶ谷市西の歩道は自転車、人のすれ違い通行が困難な狭さである。 船橋市の馬込十字路付近にて、愛称の木の下街道の標識が立つ。現在、市川市内では、京成電鉄との平面交差のため、踏切遮断による交通渋滞が著しく、また、歩道が狭く大型車の交通が多い、危険な状況であるため、交通の円滑化及び歩行者の交通安全を図ることを目的に、百九十九年度から二千二十年度に、 かけて立体交差化事業が進められている。ありがとうございます。